キチャンネル。プロスビー。さあ、プロスビーのお時間が皆さんやってまいりました。今回は10連 OB セレクション 2023 OB 第6弾期間限定、こちらをねやっていきたいと思いますね。この動画が出る時にはもうこのガチャのね期間は終わってますけども、コメント欄とかでね、時期がずれてるとかね、遅いっていうお声をいただきますけども、仕方ないんだよ。俺はクレイさんとかビップさんみたいなプロスピ YouTuber じゃないから、ちゃんとイベントも走って、その報酬ももらって、それで欲しいやつが出たらもうガチャやりたくないのよ、できる限り。だからまずはこのイベントを回って勝ち取ったの。だからこれをねまずやっていきたいっていうところで、これ何が出るかね。でこれで出たらね、もうガチャやらなくても済むからね。バッティングトラベラーでもらった 33%、 これでもう欲しいのはカブレラとリ、これだけだから。これが出たらもうガチャやんない。さあカモン、まず 33% だからね、まずはこれをね引くのを当てなきゃいけないっていうね。バッグがこう当たったりするのかな、この契約書とかね。さあ、まあ、S が出るのは確実で、さあ誰なんだ、カモン。今宮、まあいいけどね、今宮もショートっていうところを考えるとね。でもこれでガチャやらなきゃいけないことがね確定しました。まあというところでね、まあじゃあ全体的にね見ていきましょうね。オリックス山口さん、まあこちらはねちょっと用事ないね、うん、そう仕方ない。でリ、これはねもうロッテ純正やるからこれ取りに行こう。しかもねこのね限界突破コーチいるんだけども、なんと OB の契約書 A ランク、これ3枚中2枚がリだって。だから確定のね選択契約書もあるから、もう4枚のリは A 確定してるわけだから、どっかでね1個リを引ければもう限界突破コーチ使わないでもいけるっていう。で藤原さんね、藤原さんよくお会いするけども、ちょっとさっきチームには用事ないね。福森ね、オープン戦でさよならホームラン打ちました。カブレラアレックス、これ欲しいね。アレックスカブレラともう D さん取れたらもう申し分なしね。で、古谷さんね、これも用事ないね。小林茂さん、これも用事ないね。ビップさんは使ってたけども、もう用事、あれも動画用だから絶対使わないからね。吉彦さん、吉彦さんでもいいなね。吉彦さんもね一緒にもコーチと選手でプレーしたしね、吉彦さんも欲しい。で牛田、徳島の後輩ね、西ホーク、まあいいんだけどね、限界突破コーチ使うほどでもないよね。松井秀喜さん、松井秀喜さん当たってもいいけどね、なぜかプロスピ内のねステータスが悪いっていうね。徳の若松さん、若松さんもねいいけど用事ないね。ケンシーさん、徳島の毒、お徳島よく出るじゃん、だけども用事ないね、これはもう仕方ない、これはもう限界突破コーチ使うほどでもないっていうところで、もうだからレオン・リー、アレックス・カブレラ、ヨシイコさん、もうこれだけよ、これだけ取りに行こう。さあ行きますよ、今回はちゃんとね録画ボタン押してるから、前回忘れちゃったからね。まずは2回目で来ればいいけどね。さあ一発目行きましょうね、10連レッツゴー、一発目でいけ引け、カモン。指名候補を挑戦。あとリーさん A 来てほしいね、 A ね。いやこれか S 確定じゃないんか、カモンカモン、無理か。でもリーさんの絵当たりと一緒だからね、 S と一緒だよ。いやないか、およしいこさん、よしいこさん来る可能性ある。あれ B いっぱい来る、いや山口いっぱいいる、もう山口はもう取り合った。さあうわ、うち山頑張れ、今年はあるかもしれないからね。さあ、いや太田怪我してる場合じゃないよ、怪我してる場合じゃない。さあ2番目、これもう確実だから、ここでリー・アレックス・カブレラ・ヨシイコさん、12分の3、レッツゴー。フィーバー、
2枚引き行こう、2枚引き行こう、2枚引き行こう、ここでカモン、もう1回来い。いやこれ2枚引き行きたい。2回演出出たらね、2倍引きっていう話を聞いてるからね。カモン、いやーカモン、いやー1個1個なのか。キャメラ来てくれ、ノーキャメラ。1枚かこれは。有原今年は開幕から元気できるかな。おい西野、はい、復活して10勝いこう。いやロドリゲスリリーフどうなんや。マーフィーとかザバラとか勝負だね。そもそもロドリゲスいいのか。いやー須田、中村チャンス、おっか、藤原怪我したからもうお前頼みや。いや中村おかわりくん、40歳でホームラン王行こう。いやノイジー、日本人に負けてる場合ちゃうで。いや大島開幕投手。いや東郷今年はタイトル総なめしよう。カモンカモンカモン。いや松井秀喜さん、まあまあ松井秀喜さん悪くない、悪くないけども違う、悪くないけども違う。さあ3連目ね、ここでもう一人来てほしい。レッツゴーレッツゴー。どうなん指名候補挑戦。いやノーマルノーマル、いやノーマル、あれ全ノーマル、全ノーマルは S の証拠、全ノーマルは S の証拠。いやないか、マジです。ゴンザレス外国人ばっかり、いやオスナ外国人ばっかり、そう外国人ばっかり全部来るじゃん。リーさん、佐野、カジ、いや松井秀喜さん、いやないか。いや西野頑張っていこう。まあ西野のねもOKだけどね、まあ、ロッテ純正行くためにはね。さあ40名、これはもうね S ランク G チーム確定でしょ。これはもうリーさんもらいに行こう、仕方ない。ここで2枚引き来い、ここで2枚引き欲しい。2枚引っ越え、1枚なのからの、いやいや1枚なのかも。おお来たけど松井秀喜さん、いやズマ兄弟対決、まるまだまだ吹けるの早いぞ。リーさん A が欲しいよ。河野流星徳島出身頑張れ。いや平タイトル取りに行くよ。藤岡セカンドでタイトル取れるよ。いや俺川野徳島出身でさダンと、リーさんもこれ確定なんだよこれはね。さあということでこれはね5回目行かなきゃいけないのよ。限界突破コーチ使わなくてもいいように、しかも自チームでね、それまでに取っときなかったよね。もうだから S でも A でもどっちでもいいよ。だから2枚引き。あ、自チーム A ランク以上だから、まあどっちか分かんないんだ。仕方ない。勝負しよう。勝負。いや、何もない。無印。無印良品。いや、これ。これは何もいく。けえへんな、渋いな、渋かったなこのガチャ。これはいやまあまあまあこれでもね月界突破工事使わないでも極みにできるようになったから、まあまあこれはオッケーでしょう。すいません、またやらかしちゃいました。今の最後の、5回目以降のガチャ、最後のガチャ、また録画ボタンを押すの忘れてました。2回連チャンで、これもう YouTuber としては最悪だ。すいません、音声だけでお楽しみください。忘れちゃいました、すいません。